吉田さん、今日は貴重な時間をありがとうございます。はい、今日商品説明させていただきます。よろしくお願いします。じゃあ、新商品なんですけど、はいはい、まずするとメインところはこのバンダのラケット。はい。久しぶりの復活の、ね。そうですね。はい。昔のちょっとノウハウを生かしながら、ちょっと低価格帯のを、ちょっと出したいなっていうのを本社に要望して、はい。で、まあ、メイドインチャイナになるんですけども、はい。で、まあ、こだわって、作ったラケットになります。はい。トップ選手も、有名な選手も使って、で、3種類、オールラウンドとオフェンシブと、カーボンですね。性能的には結構、やっぱり、弾みがやっぱりその現代の方 のプラスチックボールにマッチするように、うん、弾みは結構良くなってます。5枚、7枚か。重さ的にはだいたい5枚の標準で85とか7枚で90ないぐらいとか。そうですね、5枚で85か。85で結構軽量を売りにはしてますね。デザインとかもスウェーデン本社の方がまあちょっとデザインして、うん、はい、でもこうクラシカルな感じのね、好きな人は大好きだから、はい、あ、そうですね、マニアな人とかね、はい、なんか昔バンダ使ってたっていう人がちょっと、ね、はい、こう食いつきやすいというか、そうですね、選んでくれればいいかと思います。はい、オフェンシブの方が若干あれですね、手に響く感じは強いかな。ゴリッゴリドライブを打つタイプでも満足していただけるような7枚だけど、板厚6ミリですね。そうですね。でもまあ大体重さは標準的な89、はい、ということなので、はい、まあ、これだったらね、裏裏の人でも裏表の人でも、はい、いけると思うので。カーボンなんですけど、多分いい意味でスティガっぽくない打球感なんですよ。はい、結構やっぱりカーボンしているというか、はい、インナーなんですけど、うん、まあ、外板ちょっと硬めの外板使っているので、かなり弾みしてます。大体これに使う人もね、ラバーも回転系の、ね、テンションになってくるから、そうするとラバーで回転でラケット飛ばすよ、ね、はい、そうです。ありがとうございます。あ、ついていただくと、はい、ちょ、5枚目から。それなりの重さはやっぱりガッ、そうですね、これちょっと特厚貼ってあるんですけど、ね、はい、DNA で、はい、うん、ちょっとこっちの方がやっぱりちょっと感じ、はい、上に響、あ、まあ、弾んで、うん、まあ、響く感じは、はい、まあ、程よい響き、そうですね、よりやっぱずしり、はい、表面材硬いだけあってこう、はい、玉足のこうつく感じも早いから、はい、価格もやっぱりこう魅力だなっていうふうにはすごく、うん、はい、まあ、ラケットはこのまあ3本で、うん、はい、もうお店の方も在庫もあるので、はい、あ、うん、全部押していきたいんですけど、まあ、まあオフェンシブは結構、まあ、スティガーの中でもちょっと押していきたいなっていう、うん、はい、ラケットは以上です。以上ですね。はい。よし、吉田さん、今日はありがとうございました。お願いします。これでも、はい。ありがとうございました。